10月下旬、北国の秋は瞬く間に紅葉に染まります。中野もみじ山、北東北を代表するもみじの名所です。見事なまでに秋の色に染まったもみじをご覧ください。この中野もみじ山はもともと不動尊が祀られた中野神社でした。今のようなもみじの名所となったのは今から200年ほど前のこと。津軽藩、九代藩主、津軽安親公が京都からもみじの苗木100本余りを取り寄せて植えたことに始まるとか。そういえば、どことなく京の風情が漂っているようです。ではライトアップされたもみじ山も一緒にお楽しみください。